38期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の笠原奈緒です。解説は引き続き今野慎太郎プロにお願いいたします。今野プロお願いします。はい、お願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第6節2回戦投手です。それでは2回戦開始ください。立ち合いに広島拓郎の合図によって2回戦が開始されました。ちいちゃから山田、南茶に石渡、シャーチャは二平、ペーチャー藤島の並びでスタートです。ドラはチーソー、山田の親番。まずは4勝手配を見ていきましょう。山田ちょんちょんで一メンズできるでしょうか。できずーです。ドラもありません。どこから切り出していくか。ヤンマン。続きまして石渡、ドラ1枚の一メンズできたところ、シャーチャの二平は2メンツありますね。そうですね。そしてペーチャ藤島です。さあ近野さん、1回戦ご覧いただきました、はい、ポイントも表記されておりますが、どのような戦いでしたか。そうですね、藤島さんはちょっと痛いラスですね。はい、これで順位を下げて現在全体の5位まで落ちております。はい、逆にね、石橋さんが上がってきて、はい、今4位ですか。はい、藤島さんね、自分のスタイルでね、テンパイ取りってその上での補充になっちゃったんですけど、はい、それがちょっと痛かったですよね。その石渡に打った 5-2 でしたね。はい、ハンちゃんの、自分のね、消してしまうようなね、はい、はい、補充になってしまったんで、ちょっと痛い補充だったかなっていう気はします。はい、まだ残す3回戦持ち直してポイントを伸ばしていきたいところです。そうですね。さあ、二平チームを持ってきて、ドラがチースをどうでしょうか。おお、マンズを決めていきました。さあ、石渡さんはね、1回攻めトップ、はい、プラス 14.4 となって、はい、もう今4位まで来ているので、これは気分いいですよね。はい、もう 上だけ見てって感じですよね。はい、特に石渡さん今日勝って、まあ、100ぐらいになったとするじゃないですか。はい、ということはもう目いっぱい腕を振りまくっても高級ってことはないんで、今日例えば70からじゃあ30負けました。負けました。40です。はい、まだちょっとだけ下がちらつきますもんね。はい、なので、はい、今日ここ勝つって100ぐらいになると、うん、もう下に落ちる心配がないんで、うん、目いっぱい振っていけるっていうね、形になるんで。34期以来の A1 となるのか、まずはお読みた戦いをしたいところです。そうか、一緒34期以来というと4年ぶり、はい、4年ぶりですね。で、37期の前期の B1 リーグ二平とともに昇級を決めて、はいはい、石渡が1位、二平が2位で昇級をしました。はい、ドラを重ねました、石渡さん。ドラドラです。あ、マンズの部分触っていきましたよ。そうですね、カンちゃん2つのいいジャンテン取りましたね。はい、マンズで2メンツっていう構想ではなかったんですね。そうですね、カンリャンピンがちょっとよく見えますかね、西尾さん残ってる。数ピンを切ってる方と3ピンを切ってる方がいます。はい、実際リャンピン良さそうですね。そうですね。で、これでサブローソーに変化、リャンメン変化なんで、おー、光景ができてきて、石尾さん的には、はい、狙い通りじゃないですかね。はい、自信がある街も残っていくか。サブローソーカンリャンピンのイーシャンテンは石渡ドラドラです。親番の山田はこちらの形、うーん、まとめては来てるんですけど、ちょっとまだ、あ、これは狙い通りですね。ナイスです。ヤンソー切ってのリーチはサブローソーリーチドラドラ、テンパネですよ。テンパネですね嬉しいテンパネですね。 5-2 が6-4になるやつですね。大きいです、はい、なんかサブローソーも、あー、手の内で 1-2-3 5枚使われています。はい、表示牌も出てますからね。2枚ですか。はい、で、リャンゾー切りリーチドラチーソー、はい、うん、すごいサブローソーっぽいですね。ひー、バレちゃってるただ石橋さんはね、はい、もう別にバレてもいいんですよね、積もればいいんで。はい、というか積もり行くためのリーチなんで。さあ、そう、捕まった山田、これでサブローソー1枚です。どうですか、追っては来そうですか。いや
山田さんが三蔵使っちゃったんで、はい、ちょっともういけないと思うんですよ。となると藤島さんがちょっとね、両蔵打って三蔵固定で、はい、チュンなんかがねなければいけそうな感じありますけど。藤島さんは多分あんまり行く気はなさそうでしょうか。初は通っています。現在石綿のリーチを受けています。米の統一に統一を切っていく山田サブロスを待ちは石綿です。三平もピンズは伸びていきますが9枚減圧。チュンってどこ行っちゃいました。チュンはですね、まだ山に2枚深いですね。あ、ここに来ましたよ。ここで来ると出ないですね。はい、西島さんもね、早いうちに引ければね、引くなりなければ前に出るんでしょうけど、もう今チュン出ても、あ、これで、ね、これリャンピックかどうかですね。はい、リャンピックなら一気十分、さっきリャンゾーなんでリアンピンもちょっと嫌なんでしょうかね。今チュン出たらどうするんですか。ポンテン、いやポンテンは取りそうですけどね。サブローピンのテンパイは取れます。一応ワンチャンスですからね、藤島さんからリアンピンは、はい、気持ち悪いは気持ち悪いでしょうけど。さあ藤島にも注目が集まりますが、これだとチュンチュンになるかもしれないですね。チュンチュンで粘りはできる、はい、ションパイではありますがチュンを切っていきます。ピンズ2メンズですね。はい、換算ピン、換ローピン、ローピン現物ではありますね。ただ西平さん打ってくれないか、なかなかね。はい、ただこれ2枚落としなんでちょっとだけガード緩むかもしれないですね。西平さんのガードが緩むと、でも他に、あーでもローピンに並んだそうですね、この手だと。いいシャンテンは広がりました。ポンテンも取れる形になってはいます。さあまだ1枚は残っている石綿の町。連敗は入りませんでした。マンズスチームは通ってない。もうツモがないので、はい、通る牌打ちそうですけど、みんなに通る牌を探していきたいところ。ウーワンと、最初あったつもれるかどうかです。はい、ではありませんでした。ただ一人転敗流局ですから、うん、まずまずといったところでしょうか。いやこれは積もりたかったと思いますよ。いいピドラだな。西松さん積もって20004000でしたね。あの残し方がね、自分の思った通りにいってたんで、はい、うん、3リャンピン引いて相当手応えがあるリーチだったと思うんですけど、はい、なんかさっきのね、あの、はい、サブローキューピンでしたっけ、はい、もうあったんですけど、手はできるけどあと1枚がっていうふうに思ってるんじゃないですか ね。だから絶好調って感じじゃないなと思ってるんじゃないですかね。自分の高校との勝負局があまり決まらないという、はい、決まらないというね、はい、一メンツ手配は良さそうに感じます。ちょんちょんで想像も両冠目が出て、あ、マグネットの移動が済んでいませんでした。石綿は親番中。さあ二平はドラが1枚、うん、うん、想像の一通が編みませんね。うん、藤島さんのドラが1枚、あんこが2つ、はい、にあんこちょっとざわざわ、ちょいざわです、ちょいざわですね。あ、山田さん、山田さんちょいざわ、これはだいぶじゃないですか、ね、だいぶざわ、だから良すぎるんでもう本一までってことですよね。、はい、山田さんはもう両面から張ってきましたね、はい、両面から張ってきましたから、これは次は、あ、両面見せていくんですね。これだけ形がいいんで、はい、もう正体ばらしちゃってもね、はい、自力でズームいけますからね。こういうのって早いケースが多いんですかね。ウーマンローマンで一泣き初ポン、はい、ただ明らかに何か
高い手にしていったというのは間違いないんで、はい、手役を狙っていそうです、はい、でここで3度も出たのでピンズ本一が第一本線になりますね。はい、山田の仕掛けなのでピンズが余りそうな人は先に処理してくるかもしれないですね。あの石安さんとかにひらさんは、ただ下茶の藤島はねどうしていくのか、ちょっと絞らないといけないですよね。出牌的にも形は厳しいです。でドラがね自敗のなんですから、はい、持ってても不思議じゃないですからね。藤島さんはちょっと制限かけられますね。にひらもお荷物の牌が結構ありますね。そうですね、ファンパイとねドラなんで、にひらさんもちょっとその辺は打ちづらいですよね。うん、となると石渡が生きるか、そうですね、あとは山田さんが自力でどこまで引くか。はい、ジュンはションパイではありますが切っていきましたよ。やる気は十分ですね。そうですね、これでもう抑えちゃうと、はい、もう後になればなるほど打てなくなってきますからね。今野さんも今のチュンとか切っていきますか。うん、切っちゃいますね。おお、親というのがやはり大きいんですかね。大きいですし、だからあれもしこの段階で打たないんだったらもう本当、はい、ピンズ自敗を全く打たない形になってくるんで、あれにひらさんやめましたね。あれ？2ピン合わせましたよ。やる気がございませんね。6巡目合わせ打ちです。あ、山田さんは広がりましたね、はい、いいシャンテン。はい、もうなんかテンパイはねできそうな。そうですね、上がりまであるかどうか。ただ山田さんも満貫にしたい手ですからね。はい、入り方によると3900になっちゃいそうで。そうですね、白が雀刀の、はい、初のポンを入れている山田です。白あんこにすれば、おお、三品ですね。いいとこ引きました。テンパイですか。テンパイです、役はありません。はい、平さんはもう降りてますね。はい、がっちりガードです。あと一歩山田、石渡すでに転敗は関連マン、シャーは現物です。藤島もドラが浮いてますからね、マンズを切っていく。連マン上がれません。石渡一通は見ませんでした。一体今 E マンっていうのもありましたかね。そうですね、一回外す手もありましたけど、はい、ヤンマンがバシバシと切られてバニリヤンマンは3枚切られています。リーチはね打たないと思うんですよ。打ちたくない牌が結構あるんで、はい、また白とかなんとかね見えてない牌が、チュンも見えて1枚、自分で1枚切ってる。チュンはともかく、あ、これはそうですね、はい、テンパイ崩していきました。石破さんから見るとピンズはともかく打ちたくない自敗がまだ何枚かあるので、はい、リッチとは行きづらいですよね。無防備にはなれません。自分がね、ちょっとザバついて強い、なんか強い、もう天敗気配プンプンするんですけども。そうですね、これはかなり、うん、ただピンズは待ってないんで、はい、天敗か後継イーシャンテンかって感じですかね。実際後継のイーシャンテンです。これはほぼ天敗です、はい、はい、サブロー9ピン天敗です。ドラの後にチャン、やっぱそう、じゃあハクも切りづらいですね。ハクは切れないですね、はい、石渡天敗リアングパソ、はい、石渡さん、でもこれは相当いいマッチですね。サブロー9ピン、うん、うまく飛ばした。藤島が方中に石渡の上がりです。ピンフ1500、1800の出上がりです。いいかわしが決まりました、はい、石渡さんの手がね目立ってない手配でしたからね。はい、2番さんはローなんで致し方ない宝珠と言えますかね。そうですね、逆に山田さんがいたんじゃないですかね。痛いです。さあ当人局は日本バイシワタの親番連チャン中です。石渡は7期生同期探したんですけど見つけられませんでした。多分ねあの辺いないと思いますよ。いないですね、うん、あの1期生以外で、はい、1期生3期生、はい、3期生って藤原さんとか沢崎さんなんですけど、1期生3期生以外のシングル期ってほとんどもういないんですよね、はい、友武さんがシングルだったかな。おー、何期生なんでしょう友武さんって、うん、ちょっとわかんないですけど、あの1期生って
まあ、会長もそうですし、前原さん、はい、原さん、有子さん、はい、まあ、結構もちろんねいらっしゃるんですけど、3期生が澤崎さん、藤原さん、うん、それ以外にその10期未満シングルはあんまりもういらっしゃらなかったと思いますけどね。確かに時が経つごとに、私でも28期生でもやっぱり同期ってどんどん辞めていくのでねえそうですね、28期、はい、4月で丸10年と、はい、丸10年となります、うん。今野さんは同期は滝沢さん、ナイナイ6人ですからね、はい、あとルミさんとかも同期なんですね。そうですね、まだあと北条さん、平岡さん、寺尾さん、はい、花岡さん、ん、あ、寺、はい、寺、ん、寺、寺尾さん、寺尾さん、はい、あ、寺尾さんも同期なんですか。同期です、はい、おんくらいですかね、はい、結構残られてますね、うん、でも6人、うん、ぐらいですかね、はい。それ考える17期は本当奇跡ですよ、うん、ここもね、山田さん、藤井さん17期ですし、はい、立ち合いの柴田さんも17期ですし、はい、前田さん、勝俣さん、近藤さんです。 A1 にもね、いっぱいいますし、ひとついさんもそうですね、ひとついさんも17ですしね、猿川さん、はい、あとは最強戦にも出る増田さん、はい、もう17期ですからね、はい、山田イーシャンテンです。石綿はドラバ1枚の2メンツ完成したところで、フェンサンピンの部分嫌っていきました。2枚切れワンパスを引き入れた。ニヒラはどうでしょう。ニヒラさん、イメージでニヒラさん、この形から白仕掛けていくイメージないですからね。泣かないんですか。いやー、でも中盤になってきたんで、はい、泣くかもしれないですけど。さあ、ペアンコにして、先制リーチは山田。はい、しました。リーチペイ、ドラ1です。結構打点ありますね、このリーチ。打点ありますね、これ。こうなると、ちょっとまずチュンから行って。あ、行きたくなっちゃいます。そうですね。嘘危なくないですか。危ないですね。危ないですね。はい、危ないです。いや、藤島も行きそうですよ。ただドラ三増で4巡目数層切りなんで、ニヒラさんの中に嘘はかなり危ない読み筋に入ってると思います。実際リャン層、リャン層があと山に3枚あるだけの町です。3枚あるとね、結構強いですけどね。藤島さん、チーソーパーソー行くか。酸素スーサ、酸素ドラですもんね。なんでそっちは落とせないんで。54もありますか、マンズの。5が通ってて、1が通ってます。そうですね、4号もありますね、はい、マンズの。うん、ただ、チーソー、まず現物を切って。上がりやすそうな方と、はい、単用になりやすい方ですね。でこれ多分、チーテ入れるんじゃないですか。藤島です。はい、藤島さん。3ピン打った。ハクはションパイですが、やはり切っていきました。しま、ね、戦う気は満々のようです。ニヒラさんも多分ウソは打ちづらいけど、ウソ出ない形にしたら、はい、なったら勝負するんじゃないですかね。こちらです、先ほど3ピンを切った形、はい、うん、パーソネ目いっぱいするか。振り点だけど目いっぱいもある。もう目いっぱいはしない。新満つもぎりでした。リャンソーはまだ山さん。塩田さんも粘ってますね。そうですね、ギリギリまだまだいいシャンテンですからね。あ、ペイ地風の、山田にとっての地風のペイ切り出していきます、はい、実際アンコになった牌ですからね。はい、危険牌で割りました。塩田さんも親番でまだやめる気はないと。にひらさん、そろそろやめたくなってきましたか。数万です。数万かな、いい万、数万、うん、いった。中筋9万、あんこ筋ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌だけど、行くなら打たないといけない。はい、まだ戦う藤島、はい、9万通ったんで、はい、マーピンも通ってる、うん。石綿さんだいぶ行きやすくなりましたね。渡り牌も吸収できる石綿です、はい、
キューピン、第7のチャンスか。キューピンは打ちやすいか。第1打がパーピンのゆえ、行くかどうか、もう行かない。いや、キューピンでやめるのは結構ね、勇気いりますよ、逆に。はい、というか、その後がね、多分続かないということなんでしょうね、新平さんの中で。キューピン行ったところで、うん、はい、確かにだんだん間ができてきましたもんね。はいはいはい、うん、ここでも吐く、はい、あとは藤島と石渡がリアンソー7点リーチ、ツーピン引き入れてリアンソーリーチです。2件リーチが入っています。石渡はどうだ。何順、石渡さんも7点になる可能性ありますね。ありますね。三者が7点もあるのか、うん、リアンソーまだ山さん一応いいシャンテン復帰、追っての藤島、先手の山田。通りそう、安い、はい、通っています。2人に通っている。山急走、さあ決着つくか。積もりました、山田です。リーチ積もペイドライチ23900の積も上がり224100です。うー、マンガングラスの上がりとなりました。いいボンもゲットです。うん、でも藤島さんがね、オナテン積もられちゃったんで、はい、ちょっと、なんか嫌ですね、嫌な、ね、ですね、嫌な回り方してますよね、はい、藤島さんとって。さあ、トン3曲に変わっています。三平の親番、藤島さんにとってね、ここラスだけは嫌ですね、はい、ラスが沈みが嫌ですね。1回戦目でマイナス 17.3 ポイントの沈みを食らっています、はい、2メンツできている三平。ペンチーピンかな、はい、にってますよね。アクはどこだ。チューンが統一山田、一メンツできました。お、二メンツ石渡トンも重なった。はい、ピンズの本質が強く見えています。そうですね、三平のトンも早めに出そうでしょうか。第一だからね、ペンチーピン払いってるんで、はい、何かを見てですよね。じゃあ何を見たかっつったら、本質っぽい一色で、はい、感じがするので、トンは結構あらら、問題ないさ。あ、伸びてますよ、こちらも。こうなると一気に行きたくなりますけど、トンも行った。目いっぱいでしたね。ということは3色とかの方も見てるってことですか。はい、三平は全部を追ってのトン切り。そうですね、まあ、この後の一色点も大いにあるってことなんですか。そうですね、想像が伸びていけばですね。はい、ただマンズとかピンズね、スーマンスーピンにくっつけば、ピンク3色の方を見るんじゃないですかね。はい、なんかこの親の捨て合い、あ、なに、リハも重なった。親ってキューピンパーピン払って手出しで飛んじゃないですか、はいはい、すごい早く見ますよ、怖いです、はい、すごい早く見ます。すごい注目しちゃいます。実際いいじゃんって、はい、はい、ちょっと山田さんがね、目をかっぴらいてたので、はいすごい早く見、早そうになりますよね。まあ石渡はね、もう戦うにふさわしい手配なの で、ね、これで最速の転配、はい、闇転でした、サブローピン。こっからのリーチとなるとイペコの手がり待ちたいところですかね。はい、ヤンソー引きでイペコ、サクッと上がりとなるか。あ、これはどうする。一通の手代わりもあるんで、はい、まあ、三蔵打っておいて一通の手代わりを待つか、急走切っといて、あ、一通の手代わりの方にしましたね。はい、強く見ました。いい装引きで一通手代わりです。あ、藤島もテンポ入れておりました。チーピンのツモ上がり、なんツモ、ここはテンポ入れとなります。700-1300、にひらもテンポ入れしたが、これでも藤島さん安いけど、はい、結構嬉しいと思いますよ。
例えばこれ西田さん早いの見えてるわけじゃないですか、はい、それに対してもシリーズ打たれてじゃああの感知域にどこまで押せたんだっていうのがあるんで藤島さんにしたらここはかわね、ひょっこりかわせたのは大きいんじゃないですかね。嬉しいですよね、はい、なんかリーチ受けちゃうとやっぱ安全牌がある分なんなんなんて行きやすいです。あと街が強くないですからね、はい、でハイパイが結構良さそう。700、1300上がった藤島です、うん、いいですね。いいです。ドラギソタンヤンのジャンシャンペンポンしますよ多分ポンですか。ポンしますよ藤島さん。あ、今回打点とかじゃなくもうスピード重視で、あのドライソーなんで、はい、そこまで面前でやっても高くならなそうなんで、多分スピードに寄せてくるんじゃないですかね。ヤンソー3ピンはポンだ。飛んで目いっぱいか。なんでこうなるとちょっと4統一で、はい、チート一とかイーペイコーとか出てきたんで泣きたくなくなってきました。泣きたくないほどじゃないけど、はい、ちょっと打点も見っちゃおっかなって感じですかね悩める男心です。はい、リャンソーとかいい街でもないですしね。そうなんですよね、どれいそうですし。うーん、となるとトーピー残していきました。メイカですコロチア三色も見えるんですね。そういうことなんですよね。高い手がねだんだん見えてきたので、いやー泣きたくなくなってきちゃいますけど、はい、泣きたくなってきましたね。はい、うん、あーしごろ、いやーこれはもう泣きたくない。あ、これはあしごろ見てませんよ。しごろ見ませんですとか、ローピン期間で三色見てないですねはい、ここもリアリストです。ただそれでも単品ペイコーってね、マンガン級がまだ見えてる手なんで、うん、まだ動きたくないですね。はい、石渡も統一系のイーシャンテンですか。そうですね、チートイーシャンテンですね。ドラはまだ山に3枚残っています。十ちゃんぱいを切り出している二平、うん、ドラを持ってきた藤島、はい、ドラです。イーシャンテン、チートイーツに決める。チートイドラドラがフィニッシュ系か。うーん、となると、うん、そうですね、まあ、一応まだウーピンってことはどっちも見てますね、うん、メンツテも、はい、ニヒラはどうなんですか。789ですか。そうですね、ニヒラさんはそんなに焦らないで、はい、ゆっくりと。そうですね、もつれて後半追いつければって感じですかね。はい、山田は少し両面に手がかかっていました。まあ重たい手ではありますもんね。トンガ統一ですけども、こちらです。あ、トンガあんこになってドラは使い切れるのか。使い切れそうですけどね。はい、789が出来上がってきました。ウーピンウーピンにはなりません。いいシャンテン、はい、ペン3ピンカンパーマン。藤島さんもタンチートイツのいいシャンテン、タンヤオチートイツいいシャンテン、はい、嘘引きでいいシャンテン。やっと石田さん、これはちょっと E1Q1 チーソーチーピン、スーワンコーが見えていますか。見えてきましたね。スーワンコーだとリアンシャンテン、メンツテだとイーシャンテンの石渡です。先にチーソー引きたい。はい、チーソーまだ山一。ペンサンゾがネック、うん、どうしましょうか、うん、上がりまでを見るなら、もうドラも見えてますからね、2枚。そうですね、リャンマン2枚切れ、リャンマンあたり切っとくか、リスーマン固定、うん、まあ3ピン、おお、あ、リスーマン固定しました、はい、スーマンが場に2枚見えました、はい、そして2平3色イシャンテン、はい、3度ちょい裏目、は
はい、イースを切っている。この3層をチーして、お、いいとこ泣けて、そうですね、これは嬉しい、はい、上がりが一気に見えそうです。なんかかなり、あ、来ました来ました、とろうそうから、ロソから、いいシャンテン。ただ山田さんね、最後の3層を泣けた形、まあ、もちろん山田さんから見えないですけどね、はい、なんでで E1 が絶好と思っての先切りのレアンワンなんで、はい、まあ、山田さんの方が有利ですけど、おー、どうなのかな、テンファイ、じゃあイーシャンテンでした。広くなる一寸万の山田、これはさすがに藤島さん泣きそうですけどね。もうパース層か9層かパース合わせていく形です、うん、三平だって3色、そうですね、ピン温存させました。6ピン仕頃だけど、うん、安全にいけますか。リャンゾーリャンゾー場に1枚目、ああ、まあそれいった、はい、うん、山田はペンサンソの地位です。本店取る、取らず、にひらさんが地位点、地位点取っていきました。ポンと地だとポン優先ですね。そうですね、発生が被ればポン優先なんですけど、はい、なので藤島はポンを入れていません。入れた、テンパ入れた、ポンせずにテンパ入れた藤島がリーチスッチそう、楽しい曲になりそうです。優勝自分から全部見えてる、はい、これはよく見えますね。山田さんも結構行くんでしょうかね。行くと思いますね。戦う男山田、石渡さんも行きたい、ま、急走、急走打つかどうかじゃないですか、はい、急走打てばワンチャンス引くでしょうし、3ピン切りリーチです。ヤムピンが入り目、やめると何になる、やめるともしかしたら E1 とかになるかもしれないですけど、ね、E1 も山田に報酬です。あ、三蔵があるか、やめるんだったら三蔵が山田さん仕掛けて藤島さん現物ですね、はい、ただ二平に通るかどうかは、ああそうですね、ペンソンズはやっぱり今か、うん、やめる範囲が山田に報酬です。2000点トンドライチです。藤島勝負手ではありました ね、 ですね。どうでしたかね今の一曲。うーん、藤島さんね、3ピンポイントに取るかと思ったんですけどね、はい、準備が深くなってきてたんで取らなかったんでね、うん、まあ、攻めるてで思惑通り面前でテンパ入ってリーチ打ったんですが、はい、そのリーチがね、かえって山田さんの当たり牌をね、はい、ちょっと悔しいですよね、はい、引き出させる結果になっちゃいましたね山田が 48,000 点まで点数を伸ばしています。さあ現在難入となりましたドラガシャ、ドラは1枚です。ほんまにいい手牌の選手はいないように感じます。往来戦と若実戦も始まりまして、はいはい、いろんなね、はい、タイトル戦がまた始まっています。乱和戦っていうのもね、乱和戦乱和2分の1ってね、はい、そんな名前でしたっけ。河野さんも初日出られてましたもんね。はい、2分の1なんで、はい、よくわかんないけどそうなんですよ、はい、残っちゃいましたよ。残ってましたよね。残っちゃいましたよ、はい、もうヘロヘロでしたよ。結構長い戦いなんですよね、あれ。あのね、一次予選から出る選手がね、半、はい、ちゃん10回、1日10回って、まあ、自分シードだったんですけど、はい、午前中運営やってたんで、そんなことあります、まあ、大変でしたね、まあ、それはいいんですけどね、はい、もう最後本当ヘロヘロで、はい、もう条件計算できなくなっちゃって、なんか最後の最後にトーナメント方式が待ってるんですよね。でもうちょうどね、時間打ち切りの曲だったんで、時間取らせてゆっくり考えさせてもらいましたけど、はい、ヘロヘロでしたね。最後どういった条件だったんですか。ね、万願補充できるけど6000オルツもらわないとダメみたいな状況で、で、万願補充大丈夫かなっていうのをもう一回チェックしたくて、はいはい、それを考えてたんですけど、もう全然頭が回らなくてお疲れが、はい、でもそれが打ち切りの時間打ち切りの半ちゃんなんですよね、はい、最後の半ちゃんで、一曲勝負と、で結局200点かな、はい、マンガン報酬大丈夫ってことで、はい、はい、大丈夫、まあ、6000オル積もらえればダメだったんですけど、はい、なんとか流局でね勝ち残りましたけど、
あと残す2日間でしたっけ。あと2回ありますね、はい、9月10月とあってトーナメントが10月からね、はい、開始されますけど、それでベスト16まで出揃うんですよね。そうですね、藤島ドラドラ、現鳳凰位の佐々木さんだけが、はい、16シードで、あ、じゃあ枠は15ってことですね。そうですね、でそれを3日間に分けて、確実、5つずつですね、はい、5人ずつの勝ち上がりと。ルールは公式ルール、このルールなんですね。公式ルールですね、はい、一発裏なしの公式ルールですね。そして往来戦と若獅子も今季は一発裏なし、はい、そうですね、あの秋の開催は公式ルール、はい、石綿の上がりとなりました。チートイツ1600です。春の開催は、一発ラレのダブルRCルールということでね、はい、大人気が今開催されましたね。結構盛り上がってますね、あの放送するしないが。びっくりしましたよ、はい、あんまり盛り上がりすぎちゃったんで往来戦の C データクが、はいはい、何曲で1日でね、はい、両方やることになりましたからね。なんかね、はい、岡田さん強いかなと思ったんですけども、いい感じに言われて、はい、やっぱりコメントとか見てもどっちも見たいっていう言葉が ね、まあそういうねニーズがあるんでしたら、はい、なるべくね、実現できるようにっていうことですよね、はい、で実現する方向に、ね、なりました。ありがとうございます。まあ、日程もね結構詰まっているのね、スタジオの方も。いやもう飽きがないんですよ ね、 すよね、本当にできればね、本当に若い方全員ね、はい、放送出てほしい気持ちは。だから今回はもう午前午後で、はい、はい、まあ2、ドラドラ2回やるっていうかね、はい、はい、そのベスト16択を午前、はい、11時開始と5時開始で、はい、あ、1日を通して、うん、そうそうそう、やるっていう形。確かに全員こうチェンジすれば、はい、ね、いけそうなということですね、はい、で、やるということですね。楽しみですね。あとはプロクイーン、そして縦断戦も、そうですね、今ね、メンバーも出揃っております。もういっぱいやっててんな何がなんだか新人王も始まりますし、そうですね、来週は新人王戦ですね、はい、藤島が仕掛けを入れています。関数ピの地位発信で単位仕掛け、はい、というか、はい、石綿さんがね、なんかすごい良かったような気がするんですけど、ドラドラです、はい、ドラドラで白ファンパイがあるというね、はい、先ほど1600チートイツ上がった石綿でした、ニヒラから。藤島がもうパーマーのポンもできて2フローで貫禄のテンパイを入れました。この手ですね、石破さんかなりいい手ですけど、はい、ちょっとかわされちゃいそうですか、はい、2人にフールを入れられております。山田はイーシャンテンで、山田さんは藤島さんの仕掛けが多分タンヤオだなって感じがあったんで、はい、ってことはドラはそこじゃないと、で自分にもないから、じゃあ2人で場のスピード上げて曲回しに行こうって感じですね。あ、なるほど、そういうことですね、はい、なので山田さんは多分藤島さんに対して危険牌は、はい、特に止めないと思います。うん、確かに藤島一人に任せられるかといったらわからないので、わからないので自分も行きつつ、二平さんかね、石田さんに多分ドラがあるだろうから、はい、この曲は長引かせないで行っちゃおうっていう感じじゃないですかね。もう山田はね、親も残っていませんし、はい、サクサクと曲を進行させて終わらせたいところ、はい、なので利害が一致してるんですよね、はい、山田さんと藤島さん、この曲に関しては藤島さんもね、ここで連チャンとかされるよりは、ええ、天杯スッチソです、スッチソ対貫禄ソ、はい、オーラスの応援ね、かけたいんで、はい、ただ藤島さんから見ると山田さんが安いかちょっとわからないんで、怖いですよ、はい、っていうのがあるんですよね。ヒュンの果敢も入れております。広く安いの高いのっていう感じで、もうちょっとわかりやすくしてと、はい、でワンポンでね、スーワン打たれてもね、はい、そこにいちいちってあってもおかしくないですからね。全然おかしくないです。で山田さんからはそんな怖くないけど、藤島さんからは誰が高いかちょっと見えづらいっていうのがありますね、はい、さあここでニヒラが考えています。ニヒラの場合は、ニヒラさんからするとね、多分ニヒラさんからも山田さんは高い可能性があると思ってますよね、うん、で逆にこれ石田さんこれ追いついたんですけど、先輩です、ペンチッソ白のポン入れて、白ドラドラ、石田さんが安いかどうかはちょっとわからない感じですよね、はい、山田さんが高く見えるんじゃないかな。追っ手がバシバシと来て、この状況場はどう見えているんでしょうか。ただ山田さんから見るとこれ石田さんが本命ってわかるんですよね、はい、僕ドラ持ってない、はい、
やばい来たぞと。藤島さんは囲まれたんで結構厳しい。やむなく切っている感じです。やむなくですね。本当にやむなくです。チーソー最後のチーソーつま上がりとなりました。石綿強い。はい、これは嬉しいですね、石綿さん。はい、テンパネです。白ドラドラ2600オール。山田さんからは積もられた瞬間にうわドラドラだったんですよね、はい、多分。石綿連チャンです。2曲連続上がりを決めております。気合の入る親番連チャン一本馬。石綿は包囲決定戦にも残ったこともありますし、王位戦、竜王戦、そして十段戦も2回残っております。ただタイトルはないというね。そうですね、はい、結構残ってますよね、石綿さん。はい、配布取りましたしね。はい、はい、一メンツできています。今野さんから見て石綿さんってどういった選手に映ってますか？どういった選手？例えば仕掛けが多めとか。いや、あの一撃があるイメージなんですよね、石綿さんって。一撃、うん、だから高打点を作ってきてっていうイメージが強いですね、はい、やっぱあの3戦6戦狙いに行った曲とかも、まあそうですね、ああいう曲ですよね。うん、だからなんていうんですかね、大きく振りかぶって、はい、うん、決めに来るイメージなんですかね。今季は新しい自分で挑みますと最初に言っていただいたんですけど、うん、なんか、まあ、泣きも多い時もあったり、まあだからその辺は石橋さんなりのね研究で変えてきてるとこじゃないですかね、うん、はい、自分の中ではそういうイメージあんまりないので、はい、でも、うーん、映像を見てる感じだと昔よりなんていうんですかね、ガンガンあんまりガンガンいかなくなってるというかね。あ、確かにそんな感じがありますね、うん、昔なんかグイグイ来てる曲は選んでる感じもありますよね、はい。A2 と円1を行き来している石綿。今日もね、皆様が応援してくだされば尻尾を振って喜びますとおっしゃってた石綿プロですがこれ可愛いネームあるんですね石綿さんもね、自分が可愛いって言ってるのかどうか分かんないんでその辺はちょっとスルーしますけど、はいはい、今回手配はまあ石綿がいいシャンテンの形で両手で。そうだよ、あの石綿さんといえば、はい、まあちょっと同じね教室 やらせていただいたこともあったんで、はい、あの一緒に移動したこともあるんですけど、はい、あの2席あるの分かる、電車に2席あるの。はい、電車の2席、2席だけこう7席あって、はい、2、3、2で分かれてるじゃないですか、はい、その2に一緒に座ったことがあります2人で意外と大丈夫でしたあ、そこの心配ですね、うん、そうそうそう、確かに確かに意外と大丈夫でした可愛いですね、そうお二人がずっと座ってる感じはそんなエピソードがありますけど、あ、じゃあプライベートでそういったお教室とかでも、そうですね、はい、交流があったり、はい、一緒にね、やってたこともありますね、はい、うん、昭和41年生まれ、2人合わせると200は超えますね多分重量級、はい、ヘビー級なんてヘビー級、はい、お、藤島さんはなんだかタイヤのいいシャンテンですね、はい、もう一個アンコになれば3アンコ。いやでも藤島さんはこの曲は、はい、もうやめ、あ、そう、これが来る前に決着つけたかったと思います。はい、6球層のリーチです、はい、リーチピーフ高めはタイヤオとなるか、球層が3枚飛びですね、はい、ローソーがここにあんこです、かなり薄いですね、ローソー、ただ1枚ずつは残っていますか。1枚、うん、うーん、チッピン筋ポンテン取るのか、取ると思いますね、はい、リャンマンとウーピンがドイツです。
親のリーチョが入っています。山田はイーシャンテン。山田さんはポイント的にもね、まだそんなに無理は。あ、ちょっと、です。高めのローソーつま上がり、どちらもともに1枚ずつ残っていました。リーチ単用ピンフツも2600-2700オール。いやー、これすごい細かいことなんだけど、はい、今みんな一瞬点数払うのが遅かったじゃないですか、はいはい、ほんの一瞬ですけど、はい、うわやべえなって思ってると思いますよ。あー、調子乗っちゃったなってそこで総率積もるんかいみたいな、特に藤島さんがね、はい、そんなことを思ってるんじゃないですかね。もう石渡さんは今の上がりで2位まで来たそうですよ、うん、これ鬼渡モードになってましたね。鬼渡強し、結構その前から鬼渡モードに入ってたんですけど、はい、完全に鬼渡さんになってますね。自分のモードですよね、はい、いやここはね気持ちよくやらせたくないところ。だから藤島さんはとっとと決着をつけたかったんですけどね、はい、来られちゃったんですよね。ドラドラです。ドラドラ、まあ手的にはね悪いですけどね、あんまり整ってはないですけど、はい、もうこれ石渡はブンブン丸ですよ。いやでも藤島が買わせそうじゃないですか。だからいや買わしに行きますよね、はい、で問題は西平さんがそれに付き合ってくれるかどうかですね。付き合ってくれなそう。付き合ってくれないとスピードが上がらないんで、うん、はい、結構厳しいですよね。どうなんですかね、実際18,600点。三平さんもまだ親番あるので、はい、付き合っていい場面なんですよね。だからそのために藤島さんはドラオとか打ってちょっと安いアピールは大事ですね。大事かもしれないですね、はい、なんか高いとやっぱ藤島さんに打ちたくないですし、はいはい、置いてかれちゃうので、はいはいね、実際ね4着争ってるんで、はい、三平さんもね簡単にはね協力はできないんで、かわしに行けるか、ヤンメンターツができてきます。山田も形にはなってきましたが、ドラドラの石渡まだゼロメンツというか、石渡さんこれでこのまま終わると 15.5 ってことは8入って 23.5 なんで 37.9 と、はい、100点になりますね。やった、ほぼ100点、はい、気持ちがいいですね、はい、100点は気持ちいいですねうーん、9万を大事に持っていますね。まあでも9でいいと思いますけどね、はい、うん、ニヒラピンズの法律でしょうか。時間はかかりそうです。さあ藤島来ました来ました。ドラは浮いていますが。浮いているけど頭がないので、やっぱり打点寄りに見たくなっちゃいますかね。ああ、となるとドラも山からなくなっています。そうなると厳しいですね。はい。リャンカン受けはできそうですが、つもぎり。こういうところでね、ローワンとか三蔵とか重なってくれるとね、はい、ドローキル踏ん切りになるんですけど、あと一歩早めに来てほしいところ。山田はペーチャここは統一のイースをほぐしていきます。山田さんはね355あってなんで、はい、もう一回ぐらい上がられる余裕があるといえばあるんでね、石渡にですね、はい、なのでそこまで無理はしない曲なので、打ちたくはない局面ですもんね。打ちたくはないですね、打って沈みに入っちゃうのが一番嫌ですからね、はい、石渡も強く前に行きそうではあります。これで4統一目なんでちょっと難しい選択が強いられております、はい、お、ピンズが伸びてきた。ニヒラこれで想図がいい光景になっていいシャンテン。ただやっぱりドラが残る方向にね、じゃあもうローマン縦重なりを希望しましょう。そうですねローマン縦重なりを希望しますけど、はい、でも本人はやっぱドラ重なりの方を希望してるんであれってなっちゃいますね。それが難しいところですよね。じゃあウッパッソローマンペ、これは闇点です。闇点ですね。ドラを切って3面ちゃん、これなら上がれるかも。そうですね、2回戦まだ上がりがありません藤島。
感じそびて一気。いやでもこれ三蔵とかなんで連蔵出ないですね。出ないです。どこ固定するか、6球ピン固定。あっちの方から行きましたね。CP1 枚切れ。はい。ペイはまだ場に1枚しか見えていません。これなんか2枚とか見えるようになれば藤島さんリーチっていうのもあるんでしょうか。いや ありそうですね。うん、藤島さんもドラが見えてないんでまだ行きづらいと、はい、待ちはいいんですけどね。反撃が怖いんで。嘘つも、はい、嘘のつもがりです。初つも500銭、700銭、200のつもがり上がりました。上がれました、はい。さあこれで森渡さんの親分が終わりましたね。何三局に、いや親番落ちたから石渡さんに戻りましたよ。石渡さんは普段すごい温厚、はい、温厚な優しい人なんで、はい、全然鬼じゃないんで。終わりました鬼渡モード。麻雀やってる時だけね鬼になりますけど。今野、はい、さんは麻雀も何度も打たれたことあります？そうですね、リーグ戦でも当たったことありますし、はい、うん、ですけど。お、しごろが見えているんじゃないですか、うん、ドラも1枚。そうですね、みなさんはね、はい、ドラ1枚。あのここの親番をね、まあ、目標というかやってきてたんで、はい、ここは戦うと思いますけど。17,900点、はい、今までね守りをぐっと、はい、そうそうそう、強めていた二平ですが、ドラローソー、ドイツは3組石渡です。三平が単葉系、チーソーがあんこになりました。一メンツ、山田にも一メンツ内蔵されています。まあ、そんなに速そうな選手はいないのに三平にもチャンスが到来しそうですが、あれチートイツになりましたね。いいシャンテンですね。じゃあドラが山に残り2枚なので、うん、ある意味大チャンス。はい、タンヤオ、チートイ、ドラドラ、うん、十分ですね。十分ですね、6000オールまで、はい、あれあれどうしようかな。ウーマンですか、ローマンから。やっぱね、新平さんってスワンコのイメージありますよね。はい、あのいつでしたっけ、勘して勘して、ああそれ言いましたよ。コーナーさん同学者でした。えつの時ですね。はい、そうですそうです。言いましたよ。でしょうねって思いましたよ。気合入ってました。気合入ってたんで。優しくつもじゃなかったですね。途中からもうでしょうねと思ってやべさあ、だからその時はそうですよ、あの、はい、昇級した多分年だったと思いますけど。今野さんがですか、うん、だったと思いますけどね。じゃあ34期だだったかな、はい、ぐらいだったと思うんですけど。でその時に平さんは高級 A2 から高級34期だとしてます。ああ、そう、だってそう、はい、そんな感じだったと思うんですけどね。1年前かだと思うんですけどね。あれはあの時はあの瀬戸熊高級だっていうので、あそうそうそう、実際は新平さんが高級、はい、あチートイツになりましたね。チートイツ先輩で、はい、ドラ短期はリーチまで行きましたよ。そう、あの時は石渡さんに 6-4 打ったんでしたよね、はい、確か、はい、石渡さんはもう勝ち残りで、うん、で瀬戸熊さんは懐かしい、はい、はい、瀬戸熊さんはちょっと放獣しちゃったんで、はい、冷静にそう思えなくてやべえと思ってたけど、一番冷静だったのは新平さんっていう。俺だけどみたいな。俺なんで瀬戸熊さんそんな悔しがってんだって。新平さんが一番冷静だったっていうね。懐かしいです、はい、もう4年前とかなんですか、あれも。まだ4年ですかね、もっと前のような気もしますけど。さあ、はい、勝負局の妄想短期です。
もうこれは闇手にしても出るも八ではないですし、闇手にしているだけ相手に自由に打たれる分損ですからね、はい、打点を上げてるとかではなく、はい、あ、馬のツモでした。それでもかわす山田さん強しですね。タイヤをツモ500戦です。山田強い雪ですね、はい、何でも強まあやっぱりバランスこれだけ取れてるってことですね。はい、ある上がり、はい、なんか新平さんもね、やっぱりヒロ君簡単にやらせてくれないなって。そうですね、ちょっとリーチ打ってくれじゃダメだなって意識している選手、はい、山田博之と挙げております。はい、さあオーラスとなりました2回戦です。あ、そういう意味では似てるかもしれないですね。どういうことですか。多分今の山田さんの進め方とかかわし方が、はい、あの新平さん意識の中にあるんですよ。こういう形で来てるからヒロ君来てんなとか、はい、でかわされたらやっぱりなみたいなね、とこはあるんじゃないですかね。そういう思考を分かり合えるって意味ではね、はい、似てるっていうことなのかもしれないですね。ニヒラは似た部分がある選手と言っていました、はいはい、ただこちらから見ると全然似てるんですよね山田さんも似てるっていうのは聞いたことはないですね。ニヒラさんと似てるって言ったのがあとは思わないと思うんですけどだからその考え方とかのね、アプローチの仕方が似てるっていう、言い方であれば、はい、うん、ああ確かになって思う部分はありますね。さあ何を重ねた新平です。現在15,900点どうでしょうか。いや、現実問題藤島さんを浮かせないことになりますかね。もちろん満貫級上がればね、着順アップになるんですけど、手配がそこまでいいかどうか。その差は6,600点、1000、2000足らないんで、はい、1、2、2、3、まあ、1、3、2、6条件みたいな感じですかね。はい、ただなんとライこれでちょっと見えてきましたね。そうですね、はい、ちょっと見えてきました。1、3、2、6見えてきます、はい、藤島がドラドラになっています。ただ藤島さんはちょっとドラドラだけど攻め手がない感じなんで、はい、うん、山田さんもそんな良くない。まあ石渡さんの手がいいですけどね石渡いいですね。ああいいとこ引くね。相当いいとこ引きましたねもうくっつきの形です。もうくっついてもよし、重なってもよし、はい、っていうイーシャンテンですね。リーチまでありますからね。リーチはどうでしょうかね。リーチ打ってしまうと無防備になって山田さんにね上がられると逆転されるんで、はい、役割の闇点にしたいとは思うんですよ。はい、こちらです。3万は切っています。ちょい裏目残すがありますか。残すありますね、全然あると思います。残すとなると数層ですかね。 G1 でした。マンザーも固定していきます、うん、固定にしましたね。こうなるとウーマン引いた時にまあ切るんじゃないですかね、はい、その覚悟は持ってのマンズ固定だと思います、はい。マンズばっかです。マンズばっかですけどねこういう時ってローピンとか引いちゃうんですよねローピン。でも待ちはいいですね。待ちはもう絶好ですよ、うん、ドラドラ藤島なので。ドラドラ藤島はちょっと厳しいですかね数番残していきます。スピードもねちょっとね追いつかなそうですもんね、はい、沈みの藤島。これリスチーピン、まあ闇点 OK ですね。はい、天敗です。リスチーピン役割天敗、一通ではありません。これはいいピンだ。あれも止まんないですね。みんな使えないですね、はい、サクッと上がるのか。上がりそうですね。そうですね。ピンフドライチや未点中。新平さんここまで来たけど頑張れ、あと一歩。先にリーチって言えれば、はい、石尾さんやめてくれます、やめてくれる可能性ありますけどね。ただ現物に数ピンもあるんでね、はい、どうだリーチと言えるか。危ない危ない、とっても危ない。とっても危ないですね一応ウーピンの数字でパーピンですけど、これは止めようがないですね。はい、まあ、山田一ピン打っても沈みではありません。そうですね。あ、石渡強し一ピン上がりピーフドラ1です。2000点、最後も上がりを決めて石渡2回戦トップで終了です。トップから石渡、2着に山田、
3着は藤島、4着に平です。続きましては3回戦をお届けいたします。